今電動アシスト自転車の入手が困難になっています。背景にはやはり新型コロナウイルスの影響がありました。主婦を中心に暮らしの必須アイテムとなりつつある電動アシスト自転車。子供ができてからちょっとこれないと厳しいなと思います。子供が小さいうちってやっぱりなんか公共交通機関も乗りにくいし、重い荷物とかが持てないので。 買い物の時には必ずところが今この電動アシスト自転車にも新型コロナウイルスの余波がマスクやトイレットペーパーに続く品不足の波一体なぜなのでしょうか東京都内にある自転車ショップを訪ねましたこちら電動アシスト自転車何台置いてますかえ今現状ですと こちらの店、電動アシスト自転車の在庫は通常10台ほどしかし、この3連休に3台が売れ今後は入荷の見通しが立っていないといいます。 まあ中国のコロナウイルスの影響で、あのー、まあ各メーカーさんのまあ中国工場の方がストップしてしまいまして、まあ、それによってあの日本への供給が止まってしまったことがまあ今回の影響につながっていると思います大手メーカーのヤマハによるとモーターなどの部品は国内で生産しているもののフレームなど多くのパーツは中国から輸入。その供給が今 不安定になっていることから在庫切れが起きているのだと言いますパナソニックのオンラインストアでも在庫切れが相次いでいましたホームページには新型コロナウイルスの影響による在庫切れについてのお詫びというメッセージがそもそも毎年3月から4月は引っ越しや新入学新入園などにより自転車が最も売れる時期で 売れ行きは他の月の月倍近く店でも春の新生活フェアなどの準備をしていましたが新型コロナウイルスの影響というのは本当に非常に大きくて予想もやっぱつかない状況だったのが現状なんですね、この春の需要期っというのはかなりあの自転車が必要としてますのでね、なるべく、まあ、お客様のご期待に、まあ、添えるようには頑張ってはつぶれます。